駅名標駅前風景改築前の旧駅舎、志導駅は香川県佐野岸志導にある四国旅客鉄道高徳線の駅である。駅番号は T19。島式ホーム、相対式ホーム2面3線を持つ地上駅で京上駅舎を有する。かつては相対式ホーム2面2線を持つ地上駅舎を有し、各ホームを連絡する構内踏切があった。敷地内には JR 四国ワーププラザシドが設置されている。さらに敷地内の建物に JR 四国がフランチャイズ運営するレストラン喫茶ジョイフルシド店が入居していたが撤退した。その後 JR 四国がフランチャイズ運営するコンビニエンスストアミニストップシド駅前店が入居したが撤退し2013年現在は名物かまどの直営店舗になっている。また 駅構内には、キオスクも設置されていたが、京城駅舎の供用開始後半年もしないうちに、撤退となった。2012年8月10日、敷地内に、ローソンシド駅前店がオープンした。構内には、佐抜市観光案内所が入居していたが撤退した。高速加工時に際して、2番乗り場を本線とする一線、スルー構造に変更されたが、2019年時点では、 当駅を通過する定期営業列車は設定されていない。2013年現在、当駅は高徳線内における唯一の駅長配置駅となっている。特急列車は1番乗り場、または2番乗り場に停車する。1日平均の乗車人員は以下の通り。高松琴平電気鉄道指導線の終点である琴電指度駅と比べると約2倍ほどの利用がある。 行政機関、教育機関、郵便局、金融機関その他道路、教育機関、商業施設、道路路線バス、高速バス。ありがとうございます。